にちは、ゆのちゃんとせいちゃんです。チャンネル登録よろしくね。今日ははい、今日はこの間、ゆのちゃんのお耳がおかしいって言って病院に行きましたね。なんか目シパシパする。それで今日はお耳が治ったかどうかをもう一回病院に行って見てもらおうと思います。はい、どうですかお耳？まだ？まだちょっと変な感じ。じゃあお耳病院で見てもらいましょう。はい、ゆのちゃんはギホギホ言ってるからいっぱい行きます。はい、つむちゃんもちょっとね、夜とかゴホゴホ言って咳してるから見てもらおうね。えげー、うん、レッツゴー。ゆの待って。病院に到着。二人とも絵本を読みながら順番を待ってるよ。ちゃんとマスクしててね。病院怖くないね。お、うん、診察終了。あとはお鼻から吸入をしてお薬もらったら帰ろうね。はいはい、上手上手。先に終わったゆのちゃんが暇そうに待ってるよ。お薬お薬。ただいま。はいはい。一気に行くね。おお早い。はい、早っ。それじゃあ二人とも最後に粉薬いきます。で、今日はゆのちゃんがいつもね、粉薬いやって言ってるから、そんなものを買ってきてみたよ。はい、ゼリーです。お薬飲めたねを買ってきたよ。はい、本当はね、もう一種類いちご味があったんだけど、今日はチョコ味とぶどう味にしたよ。はい、じゃあどっちで飲む？チョコレート？ゆのちゃんチョコにします。はい、じゃあそれで飲んでみましょう。はい、はい、どうするの？どうするの？まだ開ける。よくわかんない。よくわかんない。じゃあちょっとにしてみようね。よ、はい。じゃあね、あの、あれ、あれ、ぶどうの歯磨き粉みたいな。歯磨き粉と同じ匂いがする。うっそ。はい、じゃあ早速入れて飲んでみます。はい。あ、おい、お、なんか振った方がいいのかな。あ、ちょんくらい、ビリのとこが出てない。おお。お結構硬いよこれ。固まってますね。じゃあつむちゃんも入れてみようね。あ、また、あ、あ、ゼリー出てきちゃう最初から。まずちょっとそれだけ舐めてみたら。食べさせて、ちょっと、うん、おいしい。おいしい。お、ねえねえ、そしてちょっと嫌だ。いちごみたい。嘘。ぶどうだよ。はい、それじゃあ粉薬を入れてみましょう。はい、ジェリー。じゃあ食べてみようか。コーヒーゼリー。本当だ、コーヒーゼリーみたいだね。よし、食べてみよう。はい、じゃあ食べてみましょう。はい、せーの。あんまり味合わない方がいいんじゃない？おいしい。おいしい？本当？せーの。ダメだった。ゆのちゃんには合わなかったみたいです。はい、ちょっとゆのちゃんのもらったお薬とチョコレート味の相性が悪かったみたいね。だから、ゆのちゃんも普通に飲みましょう。普通にお薬、せーの。頑張れ。頑張れ。もう一瞬で飲んじゃえ。頑張れ、うん、せーの、で。せー
のーです。お、だ、あれあ、いたいた、えらいえらい、頑張ったつむちゃんつむちゃんなんか気に入って普通に食べてるけど美味しかった美味しいの美味しいの、はい、それで今日病院に行った結果、ゆのちゃんのお耳の状態は右は治ってる、でも左がもうちょっとだけお水が残ってるって言われたので、お薬をしっかり飲んで治しましょう。はーい、はーい、お薬上手に飲めたと思ったらグッドボタンよろしくね。それじゃあみんなまたね、バイバーイ。バイバーイ。ゆのちゃん、つむちゃん、また見てね。